いやもう完全にラピュタやんこれ。その待ち方よくねえぞお前。おい女の子と何だと思ってんだ。はい皆さんこんばんは、お待たせしました。中野地です。みんなで空気読み、3というね、ゲームをやろうと思います。この空気読みシリーズはですね、前回、1ヶ月前ですかね、大体1と2を、やりましたよね確かね。はい、その時はもうそうですね、優秀な成績を収めてしまったので、3も、空気を読んでいこうかなと思います。いきますか早速。ここは自由に空気を読んでいい空間。あなたが空気を読むことによることを止める人は誰もいません。たった一人で空気を読める夢の世界、心ゆくまでご堪能ください。画面内の赤いのを動かすことで空気を読め、そうじゃない場合もあるか、そこは空気を読んで、違う行動を取れ。中断したいときはプラスボタンかプラマイナスボタン。第1問出た、電車来た。ここじゃね？え？あ、あ、ちょ、あかん、あかん。お前、よくぞ来た。世界は魔王の手により炭酸たる、炭酸たる、あ、で、この世界を救ってはくれぬか。これはまあ空気を読むってことで、まあはいだろう。はいよね。あーこれは分かった、これね、はいこれです。いっけない遅刻遅刻。反復すごいなこいつ。お兄ちゃんお腹すいた、お兄ちゃんがなんとかするから頑張るんだぞ。出たババ抜き選手権、いよいよ決勝。商品の寿司食べ放題はどちらのと、あれなのか。あ、ま、なるほど、こっちか、泣いてるからこっちや。表情に出すな、表情に。あー、菅さんだ。あー、こっちでしょ、空気読む。なるほど、こうやな、こうでしょ。みんなハゲとるやないかい。こうやない、うん、おお、超シュールやね。持久走大会、持久走大会、うん、2人で一緒にゴールしようね、だね。あ、なるほど。また反復野郎だ。こうか、こうか。マジ反復野郎だなこれ、俺。イエーイ。面白い動画見つけたの、わー楽しみー。空気、え、今日は草野球のカミカミ試合。あー、なるほど、そういうやつ。いやもうこれは空気とかじゃないって。あ、違う、そういうシステムな、ゆっくり来るやつ、もうなんかパッと止まるやつかと思ったって、ゆっくり来るやつやかわからん。あ、もう全然、あ、もう全然違う、もうマリオになってる、マリオになってる。あ、もう本当に意味わからん、本当に意味わからん。これはキャッチャーやん。次にこちら、廃品回収、喜び悲しみ、あ、暑いのか、なるほど。これどっちだ、わかんねえ、俺どっちがいいの、どっち、わからん、どっちがいいのこれ、どっち、どっちなの、どっちを、どっち側、生徒側。あー、もうわからん、どっちの味方になればいいんやこれ。私はニュートン、今何かがひらめきそうな気がする。落ちろ。
かわいそう、本当に。うん。歯医者に来ました。痛かったら手を挙げてください。空気を読め。空気を読まないといけない。空気を読め。我慢しろ。うん、我慢しろ。我慢しろ。うん、我慢しろ。お前。続きましてこちらの資料をご覧ください。あ、ちょっと課長、社会の窓が可愛い牛さんやな。なあ、さて昼食でも食べよっか。お腹ペコちゃんや。何言ってんねん。もう作っとるやつも気使えマジで。ほんまに今日は彼氏とデートや。あーもうこれマジでむずい。あ、これいいんじゃない。あ、かわいい。いいよ、いい。あーもうダメ。あー体育の授業になっちゃった。普通に体育ジェットコースター。わちょっと楽しくなっちゃった、ごめん。あーなるほど。あ、まずい。あ、これちょっとおかしくない。何やってんのこの人マジで。彼氏に可愛くおでなりするまで3秒前。2、1。あ、やばい、上っ側になった。まずい、お願い。上から目線。上目遣いだから下だね。間違えた、そうだわ。ん、奥から誰か来てますね。あー、あちょっと、あちょっとそれ、あちょっと待って、それはちょっと、あちょっと、あちょっと前に行けねえんだけど。そうなん、はい。彼氏間がおもろ。おい。ダメよ、あなた死ん、あなた死んじゃダメ。こうやね。 I'll be back で草。これもそうやって。スターウォーズそんな伸び方せんわ。某映画のパクリだね。丸パクリだったんだけど。はい、高評価よろしくお願いします。グッドボタンよろしくお願いします。また遭難しました。よし、リベンジ。オッケー。ん？何？あ、待って、何してんねんお前。お前何してんねん。いや待って、今のはさ。はい、どうもー、バーチューバーの Z。 え、今機材調整してるんでちょっと待っててね、バーチューバー。はいはい、機材、はい。わ、やばい、それはまずい、それはまずい。見て見ぬふり。いやもう完全にラプターやんこれ。その待ち方良くねえぞお前。おい、女の子と何だと思ってんだ。おい、はいはい。うん、名前の癖がすごいな。うん、ウェブ会議の時間です。あ、ちょっあっバッカじゃねえのマジで。おい、ああ空気を読むね。はい、いるいるいる、これいる。こういうカップル、俺本当にストレスよこれね。もういけねえのよねこれ。手つなぎやがってこの野郎。いるんだわマジで。
俺まずいことしてるわ。通過したものは何でしょう。英語で答えてね。英語か。アップル。サクランボ。チェリー。あ、レイヤン。モザイクが一番やばいわ。え、バブ、人見知り。人見知りの赤ちゃんもう身についとる。アルバムだ。早いわね。もう3歳よ。私がお母さんで切る時間なんてあっという間に過ぎちゃうかもね。てん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 。あ、成長したのね、赤ちゃんが。なるほど。昨日ね、夢を見たのよ。この子が同い年くらいの女の子と手をつないでデートしてるの。ロボット映画か恋愛映画かどっち見るか悩んでて。彼女に引っ張られて結局恋愛映画を見る羽目になってるの。あれ、これ俺が経験したことを言ってる。ゆうちゃん YouTube だとこあなたそっくりで笑って起きちゃった。え、私の方に似てるって。そうかな。この子もいつか空気を読む日が来るのかな。けれど今空気読みの言葉が悪口としても使われるじゃない。あー、みんなと違えば空気を読め。頼みが聞かなきゃ、空気読めないって。そりゃ、空気を読むってのは大事なことよ。でもそれって人から強要されて仕方なくやることじゃないと思うの。うわ、何急に。真面目。え、大切なのは、そう、思いやりね。うわ、何？周りに流されるのではなく、周りの人を思いやって空気が読める。芯のある優しい強い子に育ってほしいな。思いやりを持って読んだ空気はいつかあなたが幸せをつかむとき、あなたの背中を押してくれるはずだから、幸せになりなさい。はい、私の自慢の息子ですもの。何？なんか真面目なこと言ってる。百問。こう？はい。え？何これ？いや、もう最後評価されるの嫌だな。中途半端やな、これ。